いつもなんかなんていうのあれ、パーティー用なんていうのあれ、なんかさ袋にさいろんな味のやつ入ってるやつとかにしか入ってなかったけどさ、売ってるんでしょう今それだけ単品のやつ。これは食べなきゃだよね、これは買わなきゃ。まだマーモンダージ好き。こんばんは。やっぱアイスが美味しい時期になってくるからさ。こんばんは。結局髪は暗くするの。暗くしようかなって思ってるんだよね。今のところ 80% 暗くする予定。なんか暗くしたくなってきた。スイッチしながら、こんばんは、こんばんは、スイッチいいね、スイッチ。こんばんは、自分はビールです。ビール飲んでるってこと今、こんばんは。誰かさんも暗く、マリナさんもしてたよね、ツイッター見た。マナと同じタイミングで暗くしようって思ったんかな。うれぴー。今日も可愛い。ありがとう。めっちゃすっぴんだけど。ギャルやめるの。黒髪のギャル、可愛いギャルさんもいますからね。まあ、別にまだギャルじゃないんですけど。こんばんは。ピノのアーモンダージュは飲み物もあるの。そうなの？知らなかった。飲み物もあるんだ。飲み物は見たことない。こんばんは。今くらいがちょうどいい。本当に？ガチ？めっちゃさ、暗くし、なんか昔の写真とか見たら暗くしたいし、多分暗くしたら暗くしたで明るくしたいってなるんだよね。もうどうしよう、半分ずつにしようかな。もうここまで来たら半分暗くて半分明るいみたいなのがちょうどいいのかもしれない。そう、話し方ギャルなんだよね多分。もな、話し方がギャルだから多分ギャルって言われるなと思う。まあでも、あのさ、オーディション合格の時さ、一言も喋ってないのにギャルって言われてたしね。どっち？レイモンの詩ありがとう。こんばんは。昔は黒髪だったんでは。そうだね、染めてない時とか。でも真っ黒ってわけじゃなかったんだよね。そんなに。それぐらいにしたい。毛先だけ黒にするってこと？逆プリン？でもね、このね、一回さ、まだ先々月ぐらいにめっちゃ短く切ったじゃん、顎ぐらいに。それからちょっと伸びたんだけど、今ぐらいがね、外羽、なんかいい感じになるんだよね。なんか昔はここら辺でね、これがないバージョンでめっちゃ短かったから、これぐらいが外羽いいか。なんかさ、夏って外羽したくなるのね。マナーだけかもしんないけど。だからちょっと今度美容院行く時は長さはそんなに切らないでもらおうと思って。まあ外羽ねいい感じ。そうなの、この長さめっちゃいいんだよね。自然と、しかもさ、自然となんか跳ねてくれるし。明日って暑いかな。髪の毛な長い子見ると洗うの大変そうが最初に思う。確かにヒノが一番長いよね、 NGT で。ヒノがさ、だって美容院で10センチとか切ったとか言っても全然わかんないもん。そんなに、もう最初が長いからさ。でもめっちゃ綺麗だよね。明日も暑い？最近暑い？明日暑いんだ。実際洗うのよりも乾かす、わかる、乾かす方が大変、長かった時。わかる。
わ、アイスクリームのペンギン、ありがとう。明日は今日より2度高いみたいです。あ、そうなんだ、2度、そうなんだ。眠くなってきちゃったお風呂上がりって暑くない？お風呂上がり暑いよね。今も半袖まなも。お風呂上がり暑いよね。こんばんは。明日27度なの？27度って結構暑くない？結構暑いよね。ヤンキーと紹介されたの？おもろすぎ。今は逆にどう思ってんだろうね、その人たち。ちょっと聞いてみて、今どう思ってるって。かわちぃ、ありがとう。眠いから顔洗ってくる顔洗ってくるの？そうなの。お風呂まだ入ってないので入る指導お願い。マナの配信が終わったらすぐ入りなさいマナの配信はまだやってるから。半袖で大丈夫だね。明日も、明日みんな今日半袖？明日早く寝ます。おやすみ、早起き頑張ってね。こんばんは。なんかすっぴん薄いな、やっぱりすっぴんは薄いですね、お顔が。まなちゃんの配信見れて安心して眠れそうです。よかった、もうたくさんたくさん寝てくださいまなの夢を見てゆっくりと寝てください。休めてください。わあ、ありがとう、たくさん。朝は、あ、なんか朝と夜、夕方夜はね寒くなるよね、ちょっと。マナさんが配信し続けるとお風呂入れないってことですね。そうです。だからもしかしたら今後24時間配信とかね、やったりとかしたらみんなもう何もできない携帯とにらめっこ、ずっと。最近夜中に目が覚めるのはどうしたらいいでしょうか。まだ夜中に目覚めるってことがなかなかなくて、気持ちわかんないんだけど、なんだろう、なんでなんだろう、なんでなのなんで目覚めちゃうのっていう、まず問題を見つけてください。まだ一回寝たらね、もう なかなかのことがないから起きないんだよね、本当に。こんばんは。上着は着て仕事行くけど、職場着いたら半袖。あ、そうなの。室内は半袖。地震でも起きない人かな。多分。でもなんかさ、めちゃめちゃ大きい地震の時ってさ、アラームみたいになるじゃん。あれの時は起きるの、さすがに。だけどちょっと何、微震なんていうの、微動地震は起きない。なんていうんだっけ、昼間仕事からの夜仕事終わって今事務所戻ってきた。お疲れ様です、お疲れ様。浴衣は新潟と東京どっちもする予定。やっぱ新潟しか来れないとか東京しか行けないっていう方もねいると思うから、新潟と東京 2days でお届けします。地震のアラームの時してるから、めちゃめちゃ大きい地震の時もう起きない。絶対つけといた方がいいよ、地震のアラーム。いや、びっくりするけどさ、音大きくて。絶対つけた方がいいよ。
こんばんは。雷落ちるくらいなってもえ、もう雷とか本当にあのさ配信見てくれてる人は分かると思うけど、雷ねもうすぐ寝ちゃうんだよね。全然なんか雷がめっちゃ大きかったりしたら、地方組のねあの LINE グループがあるんだけど、もうみんな電話してでマナはもうバイバイって言ってすぐ寝ちゃう眠くなってなんか電話してると思って入ったらみんなね雷やばくないって言ってるけど、やばいねって言ってちょっと眠いから寝るわって言ってそしたらなんか褒められる、ほんとすごいねって、でおやすみプチって言ってもうすぐ寝ちゃう。茨城って雷、え、それすらも分かんない。新潟の方が多いとか茨城の方が多いとかすら分かんない。気にしたことない。マイペーマイペースなんかな、マナマナってマイペースなんかな。茨城は多いの？そうなの？知らなかったそうなんだ。怖いもの知らずかな。怖い、あーでも確かにそうかも。怖いと、あーでもお化け屋敷ってなんていうの、ビビるなんだろうわかんない。メール届いた？よかった。メール最近書いた。こんばんは。わあソフトクリームありがとう。今年は浴衣買おうか、何色にしよう。なんか青系入ってるの似合いそうじゃない？なんか青系、青色、水色とか青系が入ってるような。マナはね何色だっけ忘れちゃった。うちの近所のスーパーで売ってるメロンは全て茨城県産でした。そう、茨城はメロン有名だから、ね、メロン本当に美味しいよねメロン。浴衣って自分で着る、分かる。でもさ誰かメンバーの誰かさできるよね確か誰かできるよね。まだ多分できないんだよね一人じゃ。なんか女性のマネージャーさんとかさいてくれ、その日にいてくれたらやってもらいたいな。メールこの時間でもギリ大丈夫。まだ多分ねメールに書いてけど23時ちょっと過ぎぐらいはね大丈夫なんだよね。多分30本じゃない30分後ぐらいに届くからメールって。でもね朝はねあの仕事でめっちゃ早朝早い時とか5時とかから送れるんだけど、5時に送っても8時なんちゃらとかに届く。こんばんは。メロンよりマナさんが可愛くてもだえてます。マナメロンと可愛さ勝負したことあったっけメロン、メロンには負けたくないさすがに。でも美味しいよねメロン、大好きマナも。こんばんは。あ209だ、イエーイ209日です。今日で209日ですが皆さん意気込みの方はどうでしょうか。こんばんは。浴衣の帯はマジックテープじゃない、マジックテープのやつなんてあるの。そうな、31日初めてマナちゃんとツーショットです。お手柔らかにお願いします。何マナ、もしかしてビビられてるこれ。ね、怖くないから本当にみんな安心してほしいよね。心の底から。こちらこそよろしくお願いいたします。209日。イエーイ。今日で209日です。マナちゃんは可愛い。イエーイ。肉の日なんですよ、マナさんの日ですね、いいです
お肉食べたい。肉の日、なんか肉の日、いい肉の日って11月29日。お肉食べたい。まなちゃん緊張するな。え、まなって緊張するかな。まななんで緊張しちゃうの。あ、なんだっけ、紫色のだるま、ありがとうございます。あ、まなも今日紫色着てる。ツーショット会、ドレスコートとかありますか。特に特にない。こんばんは。今のところは食べてのギフトありがとう。わしも8月6日に初のツーショットとか。今からでも対面はさ、もう3、4年ぶりだから、まあ緊張しちゃうか。あの、待って、くしゃみです。ペッパーいつも緊張してる。なんで緊張しないでよ。こんな超べっぴんさんが目の前にいたら、緊張するの。緊張しないで。なんか緊張する。可愛いからかな。あ、嬉しいニヤニヤ。まだペッパーって言ってた今無意識なんだけど。ペッパー髪何。ツーショット行くと仕事終わりでもいいんですか。全然もう何終わりでもいいよ。お昼寝終わりとか何でもいいよ。焼肉終わりとか何終わりでもいい。大歓迎。7月31日当たったから新潟行くよ。もうなんか出てるの当選。そうなの。やった。みんないつ来てくれるの教えてみてまだに言ってみて。緊張でガチガチになるかもしれない。だから緊張してたら、もうそれを、あの、緊張してるって伝えてくれたら、もうマナが喋るから大丈夫もう緊張しないでとはね言えないから、しょうがない、人間だから。こんばんは。緊張で、待って、それは心配じゃんそれは心配じゃん。まなちゃんファンみんな緊張やね。なんかまなのファンの方は、なんだろう、緊張しちゃうのかなどうしたの。推しに似るんじゃないの。まなあんまり緊張することないね。なんかみんなと違うタイミングで緊張するの。みんなが緊張するって時にまなそこまでだけど、みんなそんなに緊張しないって時に緊張する時がある。こんばんは。緊張してるって伝えたら一発ギャグで沸かしてくれるって。それ誰ですか。めっちゃいい人じゃん、その人。東京行きます。本当、やったー。東京、ラララン。ちょっとあくびしちゃう東京でも新潟でもいるなんて幸せすぎる。嬉しい。幸せ。なんかこういうさ、ゆるキャラいそうじゃないゆるキャラ、みんなの住んでるところのゆるキャラ言ってみて、発表してみて。ふなっしー、くまもん、ネバールくん、あと何がいるの。ゆるキャラ、ゆるキャラでも47都道府県にいっぱいいるよね。しかも一県に1体じゃなくて、もう10体、20体ぐらいいるよね。めっちゃ似てるじゃん、マナじゃん。バンニャイ、ぐんまちゃん、むすび丸、むすび丸、おにぎり、カバル、富山は知るま、富山県のなんだろうね、ゆるキャラ。でも絶対いるでしょ、絶対いるよ。北海道ってなんだろうね。
海道何青森コバートン。なんかさ、ゆるキャラってみんなカタカナなの大体は。ミコピョン、ヤヒコ村、ヤヒコ村。なんか旅行したいな。おすすめの旅行先教えてみんな。旅行教えてくれマナさんは。ネバールくんですね。ネバールくん、ビヨーンあ、佐渡ね。佐渡はめっちゃ最高だった。ご飯も美味しいし、景色も綺麗だし素敵。なんか佐渡初めてさ行ったんだけど、撮影でさ行かせてもらったから、なんか次はなんだ自分たちで遊びに行きたい。北海道ね、まだもね家族で行ったことあるんだけど、なんかめっちゃいいよね。なんかなんて言うんだろう、その日ねいっぱいカニ食べて、なんかすごいね高いところに行って夜景見に行ったんだけど、めっちゃ綺麗だったの覚えてる。北海道温泉宿いいよね。温泉もいいよね。温泉自分の住んでるところのゆるキャラいまいち分からん。あ、そうなの。ゆるキャラでもさいるよね絶対。47都道府県行ったよ。家族旅行で北海道行こうとしたけど、あー確かにちょっと前までは。え、今ってどうなんだろう、今はどうなんだろうね。群馬は住み、新潟も茨城も県民は使います。あ、そうなの。そうなんだ、行きたい。夜景が似合う刑事士うるさまさん、え、まだ夜景似合うかな夜景似合う。こんばんは。ねえ、でも今の時期とかさ沖縄とか行きたいよね。沖縄この時間のまるちゃん特に可愛いんだよな。本当に、なんでスピン好きなのスピンが好きなの。じゃあ60歳になるまで47都道府県旅行するのが夢な。え、めっちゃいいね。47都道府県旅行したい。いいね。朝焼けか夕焼けか。夜景？何？星？夜景？どれがいいですか？多分朝焼けはまだ多分目3ミリしか開いてないと思うのね眠くて。でもめっちゃ綺麗だよね、想像しただけで綺麗だもん。夕焼けは多分ご飯食べてるからあまりご飯に集中しちゃってダメじゃん。だから夜景かな夜景。こんばんは。夜景を背景かなにしたまなちゃんにして。夜景確かに撮ったことないかも。なかなか見に行くときないからね夜景。確かに載せたいな。配信してるまるちゃんもいいけど、トークイベントのまるちゃんも良かった。嬉しい。トークイベントね、楽しかった。眠そうなまるさんっていうか24時間というか18時間単位で可愛いわ。なんかさ褒め方がすごい独特で嬉しいんだけど独特で嬉しい。ありがとう、ありがとう。西日本はまだ行ったことないところ多いから行きたい。あーでも確かに今のもそうかも。西日本確かに
ゲメス館の夜景も綺麗だよ。そうなんだ。まだ見に行ったことない、あれないかな多分。みたいな。でもね、ひながね見せてくれた時あった、携帯で携帯で見せてくれたけど、めっちゃ綺麗だった。トークイベント写真買ってしまった。ありがとう、嬉しい。マナも持ってる。夜景も朝焼けもマナちゃんも綺麗なんだよな。完璧じゃん完璧じゃないか、ありがとう。朝焼けでもね、朝焼けで思い出したんだけど、あの佐渡に行った時に結構長い時間撮影してて、ちょうどね撮影が終わった時にこう夕日がね沈むところ時だったの。めっちゃ綺麗だった。あの洋服似合ってるのよ。あ、水色のやつ、あれね衣装なんだけど嬉しい。でもまだねタグ見たらね、下はちょっとどこか分かんないんだけど、上のブラウスとニットみたいな、どっちもザラだったどっちもザラだったから、あれ着たいなと思う女の子いたら、あれはザラですザラだった。クロミちゃんのなんちゃらゆめちゃんがも、そうあれね、誰のか知らないけど借りるって言って、こうやって持ってあ、それマナのだよって言って一緒。マナはねちなみにシャボン玉持ってた、シャボン玉持ってやってた。残り1分やばいじゃん。余談じゃ、ちょっと今日もマハになっちゃうけど読みます。言います、こうあの深呼吸あの整えてね、いきます。13、吉幸さん、12、ジェイスターさん、11、坂井修一さん、10位、春子村の財布クリアさん、9位、埼玉の中さん、8位、ワンワンさん、7位、マロンさん、6位、ギリタシアさん、5位、春さん、4位、青森からさん、3位、トム・フォーティッドさん、2位、シンさん、そして1位は、ゴーゴーさんでーす。わー、ありがとう、今日もありがとう。明日こそちょっとおしゃべり会の、あの何、作戦会議をしたいと思うので、明日はこんなに遅くないかもしれない。その方がみんな見れるよね、多分。なので、皆さんお待ちしてます。明日作戦会議しましょうバイバイ。ちょっと今日スピナーでスクショタイムなしで、はい、ということで皆さん